ちょっと見ましょう。はい、今回は仮面ライダーぶっ飛ばソウルホット第9弾を20回回してきました。はるくん、今回ね20回回してきたけど、狙いは覚醒レアかシークレットかエナジーアイテムをね狙って開けていきたいと思います。うん、結構数あるんで、もう先にどんどん出していきます。よいしょ、ちょっとこうやって出していこうね。はい、どんどん出してて。何が出たかな。全部出したんで1個ずつね確認していきたいと思います。1個ずつ見ていきたいと思うんですけどね、なんとね一番下にはるくんが大喜びのメダルが隠されております。はい、それではね1個ずつ見ていきたいと思います。まずこっからね。1個目が仮面ライダーイクサセーブモードでレアリティが星1になります。はい、1個目。2枚目が仮面ライダーイクサバーストモードですね。こちらは星が3になります。はい、3枚目は仮面ライダーダーク牙、こちらはねレアリティが星4になります。いいの出たねこれ。はい、4枚目仮面ライダー王者ですね、こちらはレアリティが星2になります。5枚目は仮面ライダーライジングイクサが出ました。こちらもねレアリティが星4で結構いいメダルですね。はい、よかったじゃん、強いよこれ、強いよはるか。6枚目は仮面ライダーウォーズ銀河が出ました。こちらはねレアリティが星1です。はい、7枚目は仮面ライダーレイですね、こちらはねレアリティが星3になります。はい、8枚目、仮面ライダーウォーズ銀河ですね、こちらはね星が1です。かぶってますね、こちらも仮面ライダーウォーズ銀河になります。はい、10枚目、仮面ライダーイクサセーブモードが出ました。こちらね星1になります。11枚目、仮面ライダー龍騎ですね、星が2になります。12枚目、仮面ライダーウォーズ銀河ファイナリーですね、こちらねレアリティが星4になります。いいよ、かはるくんこれめっちゃ強いよ。はい、13枚目、仮面ライダー牙ですね、こちらはねレアリティが星2になります。はい、14枚目ねかぶってますね、仮面ライダーウォーズ銀河になります。はい、はい、15枚目、仮面ライダーイクサセーブモードですね、こちらもかぶったかな。はい、はい、16枚目、仮面ライダー龍騎ですね、こちらもかぶってます。17枚目、仮面ライダークイズですね、レアリティが星3になります。18枚目、仮面ライダー牙ガルルフォームですね、こちらはレアリティが星2になります。19枚目、仮面ライダーゾルダが出ました、こちらねレアリティが星2になります。出たねはるくん、出たね、ついに出ました。こちらエナジーアイテムですね、希望の風が出ました。いやーよかったねはるくん、出たよついに。いやー嬉しいねはるくん、これでくじガチャポンしに行こうねはるくん。はるくんすごい上手だね、全部積み上げてるじゃん。今回はぶっ飛ばソウルメダルホット第9弾を20回回してきてこんな結果になりました。皆さんもぜひねくじガチャポン面白いのでね遊んでみてください。それではまた見てくださいね、バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。